溝ズ貴族は、ハエドクソウカノ族の一つ。旧分類では、ゴマの歯サ科に分類されていた。多年草で、茎は直立するか匍匐する。葉は卵形、または円形で耐性する。花は上部の溶液に一個つける。額は長い筒状になり、先は5わされつし、基部から先に走る5本の量があり、量にはしばしば翼ができる。果敢は主に黄色で、 筒状の神経になり、上唇は2列、下唇は3列し、下管内部の基部に隆起した2列の状があって、盲状突起が密生する。湯髄は4個あり、下側2本は長く、上側2本は、下側よりは短い。下中は1個で細長く、先端は上下に扁平な2辺に裂け、その内面にある中等に触れると、上下に開いていた2辺は、急速に閉じる。 果実は、線状楕円形の果てで、袋状に大きくなった宿、あり製の額に包まれ、多数の種子が入り、熟すと方うかん劣化する。種子は、小さい楕円型になる。世界に、約150種知られ、日本には2種分布し、数種の幾何種、栽培種が知られる。溝ズ塚属の、溝ズ塚は、溝ズ塚の意味で、溝辺に生え、学片に包まれた果実が、 ナスカの宝月に似ることによる。また、俗名のミミウラスは、ラテン語で、同化者ミマスの縮小型で、果敢とその模様が猿に似たような形をしていることから、つけられたもの。英語では、モンキーフラワーという、ありがとうございます。